よう、お前らも、ソリッドハートクラスか。うん、そういえばお姉さんも同じクラス。知らねえ、俺は何も見てねえ。まあ気持ちはわかるよ。私もお姉ちゃんと同じクラスだったらって思うとちょっとね。だろ、はあ、誰だよクラス決めたやつ。つうかクラスの名前も何なんだよ、ソリッドハートクラスって。絶妙にダセーし。それも同感。そうなんだ。かなでもぐるぐるバットシュートに出るって言ってたし、ぶっちゃけ楽そうだし、私もそれにしようかな。お前楽だからって理由で選ぶなよな。何？いいでしょ別に。できない競技に出て迷惑かけるよりは全然マシだし。っていうか、アキトこそなんでキックベースなわけ？普通にフットサル出れば勝てるじゃん。何？遠慮してるわけ？してねえよ。普通にキックベースやってみたかっただけだっつーの。本当に？あんちゃんは勝ちに行くってバスケ選んだみたいだけど。ああ、あんな負けず嫌いと一緒にすんな。大体エナもあんまり遅刻しないでちゃんと学校来てたし、そんなに心配しなくてもいいんじゃないかしら。ま、大体俺が起こしたんすけどね。うるさい。わがままで人を目覚まし代わりにして、挙句にコンビニまで走らせようとしてくる横暴な怪獣です。あはは。エナったら相変わらずなのね。アキト君さえ良ければ私からガツンと言うけど。ぜひお願いします。